このページにですね、こうやるとやがて相手が張って我に返って逃げるかって話してしまいます。巻きつけるようにしてすると相手のここの剣人体が完全に硬直化します。そのまま引っ張っていきます。で、合気道の場合はそれをこの運動を手首の運動ではなくてローテーターカーフに移動します。ローテーターカーフで肩を回して後腕筋で引きつけます。ですからこういう姿勢なんですね。この瞬間に背景が完全にかかってしまうのでよいしょ、そのまま持ってきますね。ということは持ってもらう必要がありません。触れる後腕筋、ローテーターカーフで回す後腕筋で引きつけます。これだけでやろうとするとちょっときついです。ちゃんと尺骨軸にして頭骨をグイッと回す運動をしないと変わりません。力を厳密に言うと弱いです。ちょっと両手でグイッとくれました。この状態でこれだけでやろうとすると正直きついです。でもローテーターカーフ肩の動きで止められないんですね。どんなにグッと動かっていてもピッと肩がピッと回ることは防げません。その後後腕筋を上回っていきます。さらにここら辺の運動を注意とやっといて、あとは大腿骨を抜いていきますので、ローテーターカーフ、後腕で、ここら辺で相手が、はい、腰を落としてグッと踏まって、そうなるともう上半身の力だけではできないんで、大腿骨頭をぐるんとぐるんと回しましょう。ちょっとつりやすぎた。よいしょ。かかとを強く踏みしめで、大体こう直結させてしまいます。で、親指も小指も全部持ち上げてグーンと直線に力を入れます。逆場所、よいしょ、これは逆場所ですね。あとどうする、やっぱりこうやって引き付けちゃいます、つまりこうですね。みんな肘でどうとかしようと思うんですね。体でかいんで小柄気しかできない。大統領で言うと、手ですね、左手でこう回してるんですが、みんな肘を曲げて回そうとするんですが、肘はこの運動しかしないんで回らないんです。ですからしょうがないんで、ここのところでやろうとするんですが、ここでやるよりもここを回した方がはるかにできるんです。これは回ってるだけなんで、ローラーに巻き込まれてるのと同じようですね。ここは切れる。基本的に今の力の理屈ですね。はい、完璧。
原点はこれですからね。相手に持たれてやるっていうのは相手に力がどうかかってるから任せるためで、Yeah.